はい、というわけでやってまいりました。超重鎮祭がやってまいりましたね。というわけで、今回はですね、神クラス星5、超アップ、なんと、ラック5ですね。でさらに、新キャラ天草四郎が出るということでやってみようと思います。なんですけども、実はですね、さっきね、なんか寝ながらちょっと10連ガチャしたらね、なんと天草四郎がなんと出ちゃったんです。見てほらもう出てるんですよね。でもまあせっかくなんでちょっと1回だけガチャしようと思います。もう1回出るかな、天草四郎、もう1回出るかな、やってみようと思います。ストライクショット、ダメ。はいはい、こんなんも飛ばしますね。もうはい、ガチャりません。というわけで、もうすでにね、天草四郎が出てますんで、まあモンスターを強化していきましょう。本当はね、神化進化した方がいいみたいですけど、なんかこんなドラリヒョンとかね、これ何？400？ こんなんちょっとどうやって取るか分かんないんで、とりあえずですね、通常進化の方やってみようと思います。では、進化しましょう。イエーイ、おー、なんか強なったぞ、なんか見た目強なったぞ。属性大レーザー攻撃が4回反射、触れた敵で爆発し周囲の敵を巻き込み大ダメージ。これはなんかね、すごいみたいですね。ちょっとだけ強くしときましょうね。はい、合成開始。レベルアップ。まあ、とりあえずレベル53まで上げました。ちょっと一回やってみようと思いますね。今パーティーはね、この、白雪姫リボンと、アラジンですね。で、天草白来ましたね。ちょっとここどんだけ強いんやろ、ワクワク。ちょっとストライクショットをね、打ってみたいですよね。あ、24、全然やな、これなかなかたまらんやつやな。あー、やばい、わ。はい、来たー。ストライクショットどんな感じですかね。ではストライクショット行こうと思います。これは味方に当てた方がいいかな。そりゃ、おお、どうなってんの、おお、ついに。あ、ゼアスさんからツイートが来ましたね。おお、これやっぱ神化進化した方が良さそうやな。ガチャが取れてなかったっていうのがちょっと今回残念なんですけど、もう一回ちょっと最後にガチャやってみようと思います。シングルガチャ一回ガチャる、行きます。ゴー。
バルドル。はい、というわけで、モンストの超重鎮祭天草四郎が出たよでした。じゃあね、バーイ。